皆さんこんにちは。次に行きたい宿が見つかる次宿へようこそ。固定の家を持たずホテル生活をする本間陽介がナビゲーターを務めます。前回札幌のホテルに泊まっていまして、今回は飛行機で大阪本町に向かっています。関西国際空港に到着しました。この日はこちらから本町駅に向かいました。本町駅から少し歩くと見えてくるのが本日泊まる宿、ザ・ロイヤルパークホテルアイコニック大阪御堂筋です。ビジネス街に位置するオービック御堂筋ビルの高層階に位置するホテルです。こちらのエントランスより中に入ります。受付が15階にありますので、そちらに上がりチェックインを済ませます。15階受付階にはこのようなおしゃれなバーラウンジが併設されています。23階にはフィットネスジムがあり、無料で利用することができます。その他多くのレストランが併設されています。それでは本日もお部屋に向かっていきたいと思います。本日は17階にある1730号室に向かいます。こちら左に曲がってその先にあるお部屋ですので、中を覗いていきましょう。はい、というわけで今日もルームツアーを始めていきたいと思います。今日のお部屋はこういったお部屋です。コンパクトなお部屋なんですけども、ラグジュアリーな雰囲気ですよね。今日はダブルベッド1台になります。ベッドの上にはこのように寝巻きが置かれてまして、かなりしっかりとした素材になります。ベッドの横には丸いテーブルが置かれてまして、椅子が2脚あります。テーブルの上のライトとかすごくおしゃれなデザインですよね。お部屋に入って向かいが一面窓になっていまして、こんな感じで本町のビジネス街の景色を見ることができます。17階ですのでとっても綺麗ですね。実は以前にもこちらのホテル泊まりに来たことがありまして、その時も夜景が綺麗だったので、今日も夜が楽しみです。こちら食器棚になっていてすごくおしゃれですね。上にグラスと下に水、食器があります。こちら引き出しを開けると、こちらが電子ケトルですね。あとコップが2つありまして、飲み物についてはダージリンティー、ロースティッドグリーンティー、コーヒーと3種類ありまして、それぞれ2つずつ入っています。ベッドの向かいがテレビになっていまして、こちらつけてみたいと思います。こちら館内の情報を見れるのと、あとはリモコンにこのように Netflix とか YouTube とか書かれてまして、アカウント持っていればこちらでテレビで直接つないで見ることができます。それでは水回りを見ていきたいと思います。水回りはお部屋に入ってすぐ左手ですね。こちらの扉になります。洗面台はこんな感じです。とても清潔感があります。アメニティについては新型コロナの影響で全て受付からもらっていくような形になっていまして、こちらブラシとシェーバー、コットン、そしてシャワーキャップ、歯ブラシ、あと綿棒、こちらバスソルト、ヘアキャップですかね。で最後にボディタオルとなっています。こちらの下にドライヤーが置かれてます。こちらガラスの扉で分かれていまして、浴槽も別のタイプの浴室になっています。シャンプー類なんですけども、こちらボディーソープ、コンディショナー、シャンプーと3種類揃っています。部屋に入って左手、こちらにハンガーがたくさんかかっていまして、洋服をかけることができます。
その下シューズブラシ、あとスリッパがあります。この日の夜はフレンチバゲットカフェというカフェに行きました。ホテルの正面にあるこじゃれた雰囲気のカフェです。さまざまな洋食のメニューがありまして、今回は但馬牛のハンバーグパスタを注文しました。実は以前にもこちらのホテル泊まりに来たんですが、その際にも利用したカフェで、この周辺ではおすすめのカフェの一つです。ハンバーグパスタはめちゃくちゃ美味しいので、こちらのカフェにお越しの際はぜひ一度食べてみてください。翌日の昼は白銀亭というホテルから歩いて2分ほどのカレー屋さんに行きました。5種類のカレーのメニューがありまして、さまざまなトッピングをすることができます。今回はとんかつカレーにチーズのトッピングをしました。行列ができる超人気店ですので、入れるか不安だったんですが、なんだかんだ数分並んで入れたのでラッキーでした。甘い味かなと思ってたんですが、後から辛さが来て美味しかったです。カレーを食べた後はホテルのバーラウンジに戻りました。バーラウンジには様々なドリンクのメニューがあります。いつもはコーヒー類頼むことが多いんですが、この日はカレーを食べていたので口をさっぱりさせたいということで、ソフトピーチのアイスティーを注文しました。この日はこちらでお仕事を夜まで進めました。とっても快適な環境でしたので、サクサクと進みました。夜は青空ブルーというホテルから歩いて5分ほどのうどん屋さんに行きました。店内はこじゃれた雰囲気です。本当に多くのうどんのメニューがあって悩んだんですが、今回は野菜天ぷらうどんを注文しました。こちらのうどんに野菜天ぷらが4つついています。なんだかんだ関西でうどん食べたのが初めてだったんですが、薄口醤油使った関西風のうどん美味しく感じたので良かったです。関東のものより美味しく感じたので、また関西に来た際はうどん食べたいと思います。夜はまたホテルのバーラウンジに戻りました。夜はこのように素敵な夜景を楽しむことができます。夜はカフェラテを注文しました。ちょっと最初取り忘れて飲みかけのものになっています。この日は夜数件ミーティングがあったので、ミーティングをこなした後ずっとタスクを進めていました。雰囲気のいいバーラウンジですので、周りにはカップルも数組いました。はい、というわけで今回はザ・ロイヤルパークホテルアイコニック大阪御堂筋に泊まりに来ました。こちらのホテル一度4月末頃に泊まりに来ていまして、約5ヶ月ぶりの滞在となりました。特徴としては夜景が綺麗です。ビジネス街ですね、本町というところに位置していまして、ビルがバーッと並んでいて、そこから入ってくる光がとっても綺麗です。こちらのホテル自体も高層ビルに入っていて、その高層ビルの高層階ですね、16階以上に客室が位置していますので、どのお部屋からでもこういった夜景を楽しむことができます。15階受付階にバーラウンジが併設されていて、そこがめちゃくちゃおしゃれな空間となっています。アフタヌーンティーとかもあって、いつもお客さんでいっぱいですね。平日とか結構空いているので、私も滞在中2回ぐらい使ってここで仕事とかを進めていました。ですのでバーラウンジもすごくおすすめです。あとは客室めちゃくちゃおしゃれですね。ルームツアー内でもご紹介した通り、グラスの収納のところですね、例えばこんな感じのところとかめちゃくちゃおしゃれですし、こちらのホテルが2020年3月にオープンしたばかりですので、まだ新しくてとってもインテリア綺麗ですので、インテリアがいいっていうのもすごくポイントかなというふうに感じました。はい、というわけで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。またねー。